森山天音は、兵庫県川西市出身の元プロ野球選手、コーチ、野球解説者。もみ上げが長いことから、ルパンの愛称もある。妻は、タレントの滝口美良川西市立生は体中学校から、報徳学園高校に進学。在学中に、チームは春夏三度甲子園出場したが、いずれもベンチ外だった。俊足を見込まれ、高校卒業前に、 立命館大学のアメフト部からスカウトされている。森山は野球を続けるか、卒業後の就職に有利なアメフトに転校するか悩んだが、最終的にプロになりたいという強い思いから野球を続けることになり、大阪産業大学に進学。大学では俊足を生かすため、左打ちを始める。3年秋にはリーグ選手打者を獲得。社会人野球のヤマハでは、 都市対抗野球に2年連続一番打者として出場。2005年の大学、社会人ドラフト会議でオリックスバファローズから4巡目、指名を受け、入団。背番号は、0。この背番号の意味にはダイヤモンドを、修れるようにという意味が隠されている。プロ1年目の2006年、5月に1軍に、昇格するもすぐに軍落ち。しかし、7月に再び1軍昇格。 9月には4割を超える高打率を残し、シーズン打率356を記録した。シーズン終盤には二塁手として、スタメンに名を連ねることも多くなった。また、フルカウントになった10打席のうち3アンダ6、至球であった。2007年は13打数アンダに終わり、11試合の出場にとどまった。周期キャンプより外野手にも取り組み始めた。 ヘリー・コリンズの監督在任時は、ほとんど一軍出場がなかったが、2008年5月下旬から、大石大二郎が、監督代行になると、一番に一軍に呼ばれた。主に代走要員として、自己最多の42試合に出場した。オリックス時代2009年は34試合に出場し、守備では内外やすべてのポジションで起用されたが、打撃では11打数無安打に終わった。 2010年は開幕2軍ながら、ウエスタンリーグで高打率を記録し、4月13日に昇格。ところが、グレッラ・ロッカの故障を受け、サンルイシュの補充のために、一機との入れ替えで翌日即登録抹消となった。その後も2軍で結果を出し続け、最終的に2軍では36試合で打率。372という高成績を上げ、5月15日に1軍昇格。 昇格当初は、ダイソー、守備要員での出場がもっぱらだった。だが、7月28日の対日本ハム戦で、自身4年ぶりに3アンダーを放った。以降は、2番、右翼市内氏は、左翼主として、スタメンに定着した。68試合に出場し、2006年と2008年に、記録した計28アンダーを上回る43アンダーを放って打率。 330を記録した。この年から外野手として起用されるになる。2011年も、ダイソー、守備要員としての出場が多かったものの、7月2日、7月3日、7月5日と、チームが、プロ野球体記録の3試合連続サヨナラ勝ちを、収めた際には、いずれもサヨナラのホームを踏んだ。しかし、前年を上回る、自己最多の82試合に出場しながら打、打率。 186に終わった。2012年は一軍での出場機会をなかなか得られず、18試合の出場で打率。153に終わり、10月4日に戦力外通告を受けた2012年11月26日に東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約が発表された。楽天選手時代2013年3月16日。 松田スタジアムにて移籍1年目の2013年は、守備固めや、ダイソーの切り札として、自己最多となる89試合に出場し、盗塁も自己最多の11を記録。楽天の優勝と、日本一に、大いに貢献した。また日本シリーズ第3戦では、ホームランを取るような勢いで、東京ドームのフェンスを駆け上がりジャンプをし、大きな話題となり、第5戦では、落ちると、 タイムリーヒットになり得たライナー性の打球を取り、ファインプレー。抑えの乗本隆弘を救いファンを沸かした。私生活でも10月に元アイドリング。メンバーでもあるタレントの滝口ミラと入籍。2014年も、守備固めや、ダイソーの切り札として起用され、チーム2位となる8盗塁を記録した。また9月20日は、ピンチバンターとして起用され7回の緊張の場面で、 バントを決めつい加点に貢献。9回の1点決めれば、さよならという場面で、ヒットで出塁をし、2頭さらには3頭を決めて一気にホームインをし、遺跡後初のヒーローインタビューの舞台に立った。当時の監督、星野千一からは、よく決めてくれた。若手も見習ってほしいね、とコメント。10月17日には、長男が誕生。出産に立ち会った。 2015年もまた主にダイソーの切り札として起用され続けた。ダイソーとして最も多く起用され、9盗塁を記録。9月9日には、同点の8回無視1塁の場面で、2等を決めて、相手の失策を誘い一気に3塁へ、松井和夫のギダで決勝のホームインをしてみせた。この日、森山の活躍で、楽天は、ノーヒットで試合を決めた。同年10月12日、 現役引退を発表。翌10月13日に任意引退公示された。また同日に楽天の二軍外野守備ソウル一高地に就任することも発表された。2015年10月、宮崎での周期教育リーグで前日の通り二軍外野守備ソウル一高地として指導。背番号は84となり、これは現役時代の背番号0を足して840。 イコール走れ、という意味である。1月23日、コボスタ宮城で行われた楽天ファン感謝祭にて引退セレモニーを行った。妻の滝口ミラと息子も花束贈呈で登場した。2016年10月、二軍外野守備走塁コーチから一軍同コーチへの配置転換が発表された。2018年12月25日に楽天イーグルス。 アカデミーコーチへの就任が発表され、2019年からはアカデミーコーチを務めながら J スポーツの野球解説者に就任する。2020年12月、クラーク記念国際高等学校女子公式野球部の監督に就任。楽天アカデミーコーチも引き続き兼任する。50メートル走5.5秒、一塁到達3.7秒台の走塁能力を持ち、 2010年までの内野安打率は29.5%を誇る。打撃では安打の半分近くが左方向に飛ぶ。内外野すべてのポジションを守ることができるユーティリティプレイヤーであり、2009年は一軍で内外野すべてのポジションで起用された。楽天移籍後は主に外野の守備がため、ダイソーの切り札として名脇役と言われる活躍を見せた。 ダイソーとしてはとても高い盗塁成功率を記録しており、走塁だけでスタジアムを沸かせられる選手である。ダルビッシュ有が日本ハム時代に最も苦手としていた打者に森山を挙げている。ありがとうございます。